のか。So...力量变成巨神之证，奇怪，刚刚是在打什么意思的？你就直接讲说你要给我东西不就好了？那还要打成这副德行？第五章，第四章就这么短就没有了。又是漫长的 loading。是不是？
所以难怪有人说剧情没有想象中那么的丰富啊。loading 太久了吧？数日后。封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は病院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はボート内での生活の支援も続けていると強調しました。前日までラスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、巨神はカーペスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。なあ。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。ほう。寻求六神之力，所以我可以组成雷霆王吗？六神合体。何かを伝えに来た。不要跑啊！神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。欸、这只柴犬好可爱。好了，クリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、
王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。是不是啊？果然是雷神拉姆。召唤兽名字都一模一样，不会变的。找寻技术者雷神拉姆的石碑，总共有三个。好的。指輪がルナフレーナ様の元にあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ。ああ、船の出会いが必須。準備。巨神之力是什么？这个。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。お、はいはい、よろしく。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。大丈夫大丈夫大丈夫。撞墙。
ゲンティアナってさ、人なの？いや、24子は独身に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナ・フレーナ様と似てる存在なのか。それ、はい、こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い。ルナ・フレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナ・フレーナに？そう、ルナ・フレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。我甩姿真好笑。今のはケンティアナとゼネブライ。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい。雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほど。どうしたの？また頭痛？ケンティアナの声がした。神に通じる能力だ。巨神の時頭痛と、はい、ウチャルシニャ同じなのかも。世界快，よろしく。这。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるため。どうした？また来い。頭が上がらねえな。
早く追いつかねえ。力を身に宿す。それは成績に選ばれし王の使命。またか、何だって。クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。しっかりしておこう。
君は風強えな。ああ神だ神だ。お前よりイグニスの方がすごいことになってんぞ。あ、本当だ。うるさいぞ。11:51了，那今天就先到这边吧。那接下来有空的时候再继续把主线破一破。Bye-bye.